今回のスイーツ部のテーマはもちもちスイーツ。もちっとした食感を味わえるスイーツを紹介します。今回ご紹介するのは5つ。まずはピロー。枕のような形からついたこの和洋スイーツはいちご、栗、バナナの3種類。続いては大福。東北産姫野餅のもち米と十勝産小豆などこだわりが詰まった大福は上品なスイーツです。続いてはそば焼き。大正14年創業の老舗メーカーはそば粉 100% にこだわった上品なスイーツです。続いてはいちご大福。薄皮の中に十勝産小豆で作ったアンムースが入った新発想の大福です。最後はベーグル。十勝産小麦を使用した弾力のあるベーグルは味の種類も多彩です。今回も会議室ではスイーツ部の皆さんが試食をしていますよ。一人一人もっちもち感を堪能しています。今回のお味は？口の中でほろりと溶ける消えゆく感じですごく優しい味わいでした。甘いのにくどくないので、老若男女いろんな方に楽しんでいただけるスイーツかなと思います。どれもあのこしあんが優しい味わいで、あとはお餅の部分がぎっしり密集したもちもちの王道をいく美味しいスイーツでした。大福は大人でも子どもでも楽しめるスイーツだと思いますので、ぜひ皆さん召し上がってください。噛めば噛むほどそばの甘みが出ます。お土産にぴったりだと思います。中はもっちり、外はカリッとして楽しい食感です。いちご大福はまず見た目がケーキみたいで可愛かったです。それで食べると中のムースが口の中で溶けていって、その中に包まってたいちごも溶けていく感じで、この甘いのからちょっと酸っぱいのっていう味の変化が楽しかったです。弾力があってとてももちもちしていて、そうですね、朝食にも合いますし、おやつにもぴったりかなと思います。いろんな味があるのでおすすめです。お正月はお餅ともちもちスイーツで決まり。